岩渕友さん。日本共産党の岩渕友です。まず、日本貿易保険ネクシーの黒田社長にお聞きをいたします。ネクシーをめぐっては、法令で禁止されている投資先への資金運用を行っていたという貿易保険法違反の問題が昨年10月に発覚をし、2月に債権売却が行われました。対象となっている外国政府及び国際機関の発行する有価証券ではない、認められていないドイツ復興金融公庫債が、2018年11月から3回にわたって購入をされていました。問題はこれだけにとどまらず、2月に保険料の誤徴収が明らかになっています。で、この問題を受けて、貿易保険法改定案を参議院選議で審議することが、衆参の議運理事会で決定をしていたわけですけれども、国会への提出を見送るという前代未聞の事態になりました。で、今回の問題について、どのように認識をしているでしょうか。株式会社日本貿易保険黒田代表取締役社長。当社が起こしてしまいました KFW 債の保有と保険料誤徴収の問題につきましては、大変深刻に受け止めております。誠に申し訳ないと考えてございます。株式会社日本貿易保険の代表取締役社長として、心からお詫びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。現在、これらの問題につきましては、すでに公表のとおり、外部弁護士による調査委員会を設置して、徹底的な調査、検証を進めているところであります。今後、調査結果が明らかになり次第、その内容を公表するとともに、その結果を踏まえて、再発防止策を徹底していく所存でございます。また、当面の対応としては、KFW 債につきましては、すでに2月22日までに売却を完了してございます。保険料誤徴収の問題につきましては、過大徴収でご迷惑をおかけしたお客様に、今月中に全額をお返しする予定でございます。いずれにせよ、当社が起こしてしまいましたこれら2つの問題によって、貿易保険法の改正案の提出の見送りという重大な結果を招くことになってしまったことを、心から厳粛に受け止めております。改めてこの場でお詫びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。岩渕友さん。はい。ネクシーはですね、保険の申し込みや審査をする社内システム開発の業者選定をめぐる不正入札事件で、33億円の損失を出して、2019年に事件に関わった元顧問が逮捕をされて、罰金100万円の略式命令が出されています。で、この問題をめぐってネクシーは、33億円は特別損失として準備金を減額し補填をしたんですけれども、政府が全額を出資して、実質的な税制優遇も受けているネクシーのこの対応に、内部統制に甘さがあった、民間企業なら経営陣に損害賠償請求訴訟が起きる案件だと、専門家などが厳しい指摘を行っています。で、こうした事件が起きて、会社との立て直しが行われている最中に起きたのが、認められていない債権の購入であって、2年もの間、見抜くことができなかったということなんですね。で、社長の責任が問われる重大な問題です。で、さらに今回の法令違反は、ネクシー内での内部監査を契機に分かったことなんですけれども、疑義の提起を受けて、昨年の10月28日に、ネクシーから貿易保険管理官に、次のことを文書で紹介しているんです。ドイツ復興金融公庫が発行する債権については、以下の理由により、貿易保険法施行規則第17条の定める、外国政府の発行する有価証券の対象として認められるものと考えるとして、対象として適当と考える理由が2つ書かれてるんですね。で、内部監査で疑義が提起をされても、これが法令違反に当たるっていう認識がなくて、むしろ対象になりますよねって確認をする内容なんですね。で、社長、これは法令を自分たちの都合のいいように解釈をしているということになるんだと思うんですよ。
で、こうした姿勢そのものが問題ではないでしょうか、どうですか。日本貿易保険黒田社長。お答えいたします。この KFW さんの問題につきましてはですね、おっしゃる通り、内部監査グループの長から私に指摘がございまして、そこについては疑義があるということでございます。そこで私としては、この疑義というのは経産省令に違反する疑義ということでございますので、経産省令の有権解釈権のある経産省に直ちに相談をするようにということを指示したところでございます。岩渕友さん。今そういう答弁だったんですけれども、法令違反という認識がなかったということは、事実なわけなんですよね。で、徹底的な調査、そして公表はもう当然なんですけれども、それとともに、経済産業省と経産大臣の監督責任も非常に重大なんですね。で、引き続きこの問題について追及をしていきたいと思います。で、次にですね、東京電力福島第一原発事故による除染をめぐる問題について聞きます。で、原発事故から10年が経ちました。で、今もふるさとに戻ることができない方々は少なくとも8万人以上とも言われています。で、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域以外の避難指示は解除されたわけですけれども、今も多くの方々が避難生活を強いられています。で、帰還困難区域の中には避難指示を解除して、居住を可能とする特定復興再生拠点区域、これが定められているんですけれども、帰還困難区域全体でいうと 8% しかないんですよね。そこで環境大臣にお聞きするんですが、これ除染をせずに避難指示を解除する方針が決定しているわけですけれども、除染は避難指示解除の大前提であって、こういう方針認められないんですね。で、拠点以外の除染も今すぐやってほしい、こう被害者の皆さん言ってらっしゃいますけれども、この願いは当然のことです。で、拠点外の除染をすぐにでも行うべきだということはもちろんですけれども、本来なら森林はじめ全面的な除染を行うべきだと思いますが、どうでしょうか。小泉環境大臣。拠点外の対応と、こういったことについては各自治体の置かれた状況がそれぞれありますので、しっかり各自治体の意見を尊重しながら政府内の全体として方針の検討を加速化していきたいと考えています。岩渕友さん。各自治体ということなんですけれども、やっぱり被害者の皆さんがね、除染やってほしいと、これがやっぱり大前提だということで、将来どれだけ時間がかかっても避難指示解除すると約束しているのでね、その大前提である除染をしっかりやってほしいということを強く求めておきたいと思います。で、原発事故の処理費用は膨らんでですね、政府は約 21.5 兆円かかるとしています。で、そのうち除染に4兆円で、中間貯蔵施設に 1.6 兆円かかるとしています。で、中間貯蔵に関わる費用は国が負担をして、除染費用は東京電力が負担をするということになってます。で、原子力損害賠償廃炉等支援機構から政府が発行する国債を原資にした資金交付を東京電力受けているわけですね。で、除染特措法による土壌等の除染、汚染廃棄物処理事業、中間貯蔵施設事業の3つの事業について最新の事業実施済額、東京電力への求償額、支払額の総額はいくらになっているでしょうか。環境省環境再生資源環境局長、森山誠二。お答え申し上げます。除染廃棄物処理、中間貯蔵施設事業にかかる費用につきましては、令和元年度までに約4兆1000億円を支出しているところでございます。そのうち東京電力に対しまして約3兆4000億円の求償を行い、東京電力からは約2兆9000億円が支払われているところでございます。岩渕友さん。今のような実態だということなんです。そこで大臣にお聞きするんですけれども、東京電力が支払う分は
もうすぐにでも全額求償をするべきだし、これ、すぐにでも支払わせるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。小泉環境大臣。まず1点目のご質問につきましては、すべて東京電力に求償していく、そして2つ目については、工事関係書類のですね、量が膨大なため、東電において書類の確認に時間を要していることもありますが、この放射性物質汚染対処特措法に基づく措置に要する費用は、すべて東京電力から支払われるものというふうに認識をしています。求償の加速化に努めて、東京電力に速やかな応諾を求めてまいります。岩渕友さん。事故を起こした、ね、東京電力がやっぱりこう汚したものなのでね、これ、しっかり求償をまっすぐにでも加速化という話もありましたけれども、するべきだし、すぐにでも支払わせるべきだと、東京電力にきちんと責任を果たさせることが必要です。で、除染はですね、まあ、かつてない公共事業になってるんですね。で、除染に関わるお金は、まあ、除染マネーというふうにも言われていて、ブラックボックスになってます。で、資料の1をご覧ください。で、これは新聞赤旗日曜版が2018年の6月に掲載をした記事なんです。で、国が直接除染を進める除染特別地域の工事をめぐって、ゼネコンが自治体ごとに住み分けるという形で談合していて、費用が増大しているのではないかっていう問題を取り上げたものなんですね。で、この構造は今も変わってないんです。で、環境省から提出をしてもらった1月31日時点の除染工事発注リストを見るとですね、例えば浪江町は平成25年度から令和2年度までの8事業すべてで安藤狭間が受注をしています。で、双葉町でも平成27年度から令和2年度の5事業すべてが前田となってます。で、しかも入札参加者数が1社、落札者だけの1社応札もあってですね、で、双葉町では5事業のうち4事業が1社応札ということになってるんですね。そこで大臣に伺うんですが、これ、1社応札っていうことになると、不当に高値になっているということも考えられるんですね。で、そんなことがあっていいのかということと、で、不当な高値のまま、これ、求償をしているっていうことになるんじゃないでしょうか。小泉環境大臣。まず、環境省では、除染事業の実施にあたって、透明性、競争性を確保した入札手続きにより、適正に受注者を決めているところであります。一社応札の割合が多かったという理由につきましては、線量の高いところで安全性を確保しながら長時間の作業を行うこと、これが一つ目、そして数千人の作業員を集めなければならず、加えて被災地内で宿舎および通勤手段の確保が必要であること、これが二つ目、そして三つ目が、被災家屋の個々の状況に応じた手作業の作業であって、労務管理に多数の監督員を確保する必要があること。こういった特殊性があって、こうした事業を受注できる事業者は限定されるため、結果として一社応札が多くなったと考えられます。なお、同じ会社が同じ市町村の除染工事の入札に参加した理由については、環境省としては承知する立場にはありませんが、工事実績のある会社が同じ市町村で再び仕事をしたいと考えること自体は不自然なことではないと考えています。一社応札の多さに関しては、除染という事業の特殊性も勘案しなければならないと考えていますが、一般論としては、やはりより多くの会社が入札に参加することによって、競争性が高まった方がいいと考えています。環境省では、より多くのものの応札を促す観点から、入札参加要件の緩和や、分割発注といった改善策を講じてきました。これらにより、2012年から2017年に行われた現在の避難指示解除済み地域の除染では、約 78% だった一社応札の割合が、2017年から進めている特定復興再生拠点区域の除染では、今年1月末時点で 35% まで低減しているところであります。引き続き、透明性、競争性を確保しながら、適切な予算執行に努めてまいります。岩渕友さん。はい、まあ、今、いろいろ答弁いただいたんですけど、不当に高値になっているかもしれないっていう、やっぱり疑問は晴れないわけなんですよね。で、除染をめぐっては、ゼネコン社員による自治体への未示請求が行われ、まあ、有罪となる事件があったり、
除染作業員の宿泊費をめぐる宿泊人数と、宿泊費単価の引き上げによって、3000万円もの費用が水増しされるなど、さまざまな問題が起きてきました。で、除染をめぐる詐欺や申告漏れは少なくても15件、その総額は40億円にも上るといいます。で、除染をめぐって、現在、どのような検査が行われているでしょうか。検査員、お答えください。会計検査院第三局長、宮川貴彦君。お答え申し上げます。会計検査院は、令和元年6月10日に参議院決算委員会から国会法の規定によりまして、福島第一原子力発電所事故に伴い、放射性物質に汚染された廃棄物及び除去土壌等の処理状況等について、検査のご要請をいただいております。具体的な検査の内容といたしましては、除染の取り組み等の状況、放射性物質に汚染された廃棄物及び除去土壌等の処理状況、中間貯蔵施設にかかる事業の実施状況、放射性物質に汚染された廃棄物及び除去土壌等の最終処分への取り組み状況の4事項とされたところでございます。ご要請を受けまして、会計検査院は6月11日に会計検査院法の規定に基づきまして、当該検査を実施する旨を参議院議長宛てにご通知申し上げたところでございます。現在、環境省等を対象として検査を実施しており、検査及びその結果の取りまとめができ次第、速やかに報告することとしたいと考えているところでございます。岩渕友さん。はい、もう一問お聞きするんですが、先ほど紹介をしたような、福島県内で行われている国直轄除染に関わる一社応札の問題など、その除染に関わる不正がないか、検査する必要があるんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。会計検査院、宮川第三局長。お答え申し上げます。会計検査院はこれまで環境省における除染工事等につきまして、合規制、経済性、効率性等の観点から検査を実施しております。工事の入札、契約につきましては、競争性、透明性及び公正性に十分留意し、随意契約等の契約方式の適否や、契約相手方の選定理由の妥当性等について、また工事の施工につきましては、使用通りに適正に行われているかなどにつきまして、検査を行っております。また工事費につきましては、その算定が実際の作業に即したものとなっているか、積算基準等に照らして適切に積算が行われているかなどについて検査を行っております。そしてこれらについて、不適切な事態が見受けられた場合には、検査報告に掲記するなどしているところでございます。会計検査院といたしましては、今後も引き続き、除染工事の適正性や工事費が適切かなどについて留意して、検査を実施してまいりたいと、このように考えているところでございます。岩渕友さん。はい、今、いろいろ答弁いただいたんですけれども、先ほどお話をしたような、福島県内の除染特別地域に関わる検査っていうのはされてないんですよね。そこで委員長にお諮りしたいと思うんですけど、国会法第105条に基づいて、東京電力福島第一原発事故に伴い、放射性物質に汚染された地域における国直轄除染事業と、除染3事業の入札、落札、契約額といった受注状況について、会計検査院に対して検査要請をするべきと考えます。お取り計らいお願いいたします。ただいまの件につきましては、五国理事会において協議をいたします。はい、岩渕友さん。はい、3月10日の NHK スペシャルで、徹底検証除染マネーという特集が放送をされました。で、福島環境再生事務所の元所長は、なぜ行政はチェックできなかったのかという問いに、人員体制の拡充を求め続けたが不十分だった、一つ一つの書類を見て確認する体制がなく、元請けの責任でやるしかなかったと証言をしてます。で、環境省の元事務次官も登場するんですけど、検証が不十分なまま費用が増えていったとして、事業のやり方自身についても反省点はいっぱいある、結果として試行錯誤したので大変な事業になってしまったというふうに述べてるんですね。そこで大臣、環境省として除染が適切に行われてきたのかどうか、検証するべきじゃないでしょうか。小泉環境大臣。結論から申し上げれば、しっかり対応しなければならないと思ってます。もちろん環境省、福島の原発事故があってから、新たな責務として、除染、中間貯蔵、大変大きな事業を抱えることになって、その中での困難な面というのは、やはりあったと思います、苦労も、そして未経験ですから、ただ、そういうことは言い訳になりませんので、不正事案、不適正事案によって、復興事業に対する国民の皆さんの信頼が揺らぐということがあれば、
それは福島県民の皆さんや、復興に対して前向きに取り組んでいる方の思いをくじくことにもなりかねませんので、これ、しっかりと対応したいと思います。環境省としては、平成27年度決算、そして平成28年度決算に関して、参議院より警告決議を受けて、受注業者に対する指導、建設業界に対する企業統治の強化などの要請、事務所組織の見直しなどの措置を講じました。会計検査院の指摘に対しても、その都度対応を行っており、平成30年、そして令和元年には、指摘を踏まえて積算基準の見直しを行いました。また、平成25年から平成29年まで、外部有識者を委員とした適正化推進委員会を開催をして、除染事業の適正化推進に努めてきたところであって、契約違反や法令違反などの不適正な行為を行った事業者に対しては、指名停止を行うなど厳正に対処してきたところであります。不正事案、不適正事案は大変遺憾でありますが、引き続き適切な積算基準の設定や、不適正な行為を行った事業者に対する厳正な対処によって、適正な業務執行を図っていきたいと思います。岩渕友さん、はい、これ、検証しっかりやってください。それで、現場機構がね、東京電力に交付する除染費用について、まあ、国は東京電力の株式売却益で賄うとしてます。けれども、柏崎刈羽原発をめぐって、ID カード不正事件や、核物質防護設備の一部喪失が少なくても1ヶ月以上にわたって継続してたっていう、あってはならない大問題が起きてるんですね。で、これを受けて、原子力規制委員会は、東京電力に是正措置命令を出しています。で、東京電力は不祥事をもう繰り返していて、是正措置ではなく、まあ、設置許可の取り消しをするべきだと。で、原発動かす資格などないと言わなくてはなりません。で、4兆円の費用を賄うためには、1株1500円での売却必要なわけですけれども、現在の株価は300円台で、まあ、到底届いてないんですよね。で、東京電力の状況を見れば、もう当然のことです。で、東京電力の、事業計画である新進総得では、新潟県の柏崎刈羽原発の再稼働が株価を上げるために必要だってしてるんですけれども、まあ、再稼働など到底見込める状況ではありません。で、株式売却益は本来国庫に入れるものです。で、除染費用に充てるのは筋違いです。で、国は原発事故に関わる費用を電気料金や税金で賄う仕組み作ってきました。で、これは東京電力の責任を曖昧にして、東京電力を救済するものであって、国民に原発事故のつけを押し付けることになります。で、原発事故の反省、教訓というのであれば、原発ゼロの決断こそ行うべきだということを強く求めます。で、次にですね、石炭火力発電の海外輸出を公的資金で進めている問題について質問をします。気候変動をめぐって、まあ、16日に行われる日米首脳会談でも、まあ、大きな課題として議論をされる。で、22日からは気候変動サミットが行われます。で、今年は COP26 が開催をされて、日本ではエネルギー基本計画の見直しも行われます。で、石炭火力発電を国内でやめることはもちろんなんですけど、海外への輸出もやめる政策を大元から切り替えるべきです。で、石炭火力発電をめぐって、世界的には投資を引き上げるダイベストメントが広がって、石炭火力に投資融資はしないと宣言する金融機関も増えています。で、日本でも原発事故を受けて、原発や石炭火力発電などをやめて、再エネへと転換する国民的な世論の大きな流れが起きてます。で、国連の、グテーレス事務総長が、3月2日に行われた脱石炭連盟サミットに寄せたメッセージで、気温上昇を 1.5 度に抑える目標を達成するためには、石炭火力発電について OECD 加盟国は2030年までに、それ以外の国も2040年までに段階的に廃止するということを求めてます。で、さらに、まあ、主要排出経済国の指導者に対して、本年中の最も早い機会に、石炭への自国の国際的な資金支援の終了を表明するよう求めています。そこで大臣に伺うんですけれども、小泉大臣は気候変動問題担当も兼務をするということになりました。で、国連の事務総長からのこうした要請をどう受け止めているのでしょうか。で、さらに気候変動サミットに向けてどのように取り組んでいくのでしょうか。小泉環境大臣。まず私は国連の指摘は指摘として要請としても受け止めながら、自国の政策は自国の判断によって決める、これは当然だと思います。そういった中で私が安倍内閣で環境大臣になって石炭政策の見直しに進めてきたのは、
石炭の批判に覆われて、本来日本が国際的に売れるはずの技術、そして評価をされてしかるべきなことが評価されないということは、日本の国際的な、ものとして私は不利益の方が大きいと思いました。そして政府内の調整は大変でしたが、最終的に昨年インフラ輸出の戦略を原則海外への今後の石炭輸出、これは支援をしないということで経産省とも含めて合意はしたところでありますし、今日は JBIC の前田総裁もいらっしゃいますが、JBIC の前田総裁におかれましてもまさにその当事者の一つのプレイヤーですから、そういった中で今後はないというような発言もされております。そういった中で日本の気候変動対策、そしてカーボンニュートラルへの誠実な実効性のある取り組みというものが評価されるように政府全体の調整を行うと、そういったことが私の担当としての役割です。岩渕友さん。はい、米国のケリー大統領特使が2月に小泉大臣との電話協議で、政府による支援停止を要求したと、こういう報道もあるわけですね。ところが、公的機関である、国際協力銀行 JBIC ですよね、NEXI、そして国際協力機構 JICA による石炭火力発電の輸出に公的資金投入する流れっていうのは変わってないわけなんですよ。で、石炭火力発電の輸出支援をめぐる方針について、昨年末に作られたインフラシステム海外展開戦略2025は、これまでの方針とどこが違うのかを簡潔に説明してください。資源エネルギー庁、南資源燃料部長。お答え申し上げます。昨年12月にですね、まさに景況インフラ戦略会議で、インフラシステム海外展開戦略2025が決定されました。この中ではですね、世界の実効的な脱炭素化に責任を持って取り組むという観点から、今後新たに計画されるですね、石炭火力支援の厳格化を行っております。これは大変長いものですが、簡潔にということですので、簡潔に申し上げますと、今回の石炭火力支援の見直しではですね、世界の脱炭素化をリードしていくため、相手国のニーズを深く理解した上で、風力、太陽光、地熱等の再生可能エネルギーや、水素、エネルギーマネジメント技術、CCUS、カーボンリサイクルなどのですね、CO2 排出削減に資するあらゆる選択肢の提案や、パリ協定の目標達成に向けた長期戦略など、脱炭素化に向けた政策のですね、策定支援を行い、途上国の実効的な脱炭素化を促していくといったことを基本方針としております。その上でですね、石炭火力の部分については、対象を厳格化しております。いずれにしましても、相手国のですね、エネルギー政策や気候変動政策に関与を深めることで、脱炭素化を促していくという、この基本方針を踏まえてですね、脱炭素社会の実現をリードしていきたいというふうに考えております。岩渕友さん。はい、脱炭素を掲げながらですね、でも結局は石炭火力を支援するっていう部分では変わらないわけなんですね。で、今回その、戦略の中には、日本の最先端技術を活用した環境性能がトップクラスのもので、IGCC など導入支援するってことなんですけれども、国内でね、今後、商用運転開始を予定しているところ、どこかあるかっていうと、勿来の IGCC パワーと、広野の IGCC パワーが2021年から運転開始予定だと、で実証中のところで、広島県の、大崎クールジェーンが実証中だってことで、これ、稼働もしてないってことなんですよね。で、昨年の決算委員会で、ベトナムのブンアン2の融資決定、これ、やめるべきだというふうに質問をしました。で、資料の2をご覧いただきたいんですけれども、ところがですね、その分案2のところを見ていただくと、昨年末の12月28日に融資が締結されてるんですね。で、ここで JBIC 総裁に聞くんですけど、なぜ融資の決定を行ったんでしょうか。国際協力銀行、前田取締役社長、総裁、失礼しました。私ども政府関係金融機関ですので、常に入手に当たった政府の方針との整合性というのを確認しながらやっております。この分案2石炭火力発電事業はですね、
日越の首脳会談において2度取り上げられておりまして、いわゆる BOT3 案件と言われているものの最終的な案件なんですが、2017年6月と2018年5月ですが、いずれも協力を確認するということで、両首脳で合意されています。ベトナムは高い経済成長でございまして、2016年から2020年までも 6% 台の経済成長と、で向こう2030年までにも 6.5% を目標とするということで、まあ、そういうことで、電力需要は年率10から 11% 程度増加していく見込みでございます。ベトナム政府は、国民生活に必要な喫緊の電力需要に応えるべく、電力供給能力の拡充を国家の優先課題としておりまして、本事業をベースロード電源として経済社会発展に貢献するものと位置づけております。で、先ほど経済産業省からも答弁ございましたけれども、脱炭素化に向け着実な道をたどるためには、アイテックのエネルギー政策や気候変動政策に深くエンゲージすると、単にダイベストするだけではなくてですね、エンゲージして長期的な視点を持ちながら実現可能なプランを提案するということで、アイテックの行動変容やですね、気候変動問題のコミットメントを促していくことは必要だと考えております。で、私自身もですね、2019年5月にハノイに行きまして、当時のグエン・シュワン・フック首相、現在国家主席、それからファン・ミンチン、共産党の中央組織委員長、現在首相、それ等にお会いいたしましてですね、ガス火力への転換であるとか、再生可能エネルギーなど、環境負荷の低い、より高い技術、電源への転換を強く促しまして、副首相、それから副当時首相ですね、今国家主席もですね、強く賛同しておられました。まあ、こういう経緯もございまして、本事業に対する意思を決定したものでございますけれども、先ほどご答弁のありました、経験インフラ戦略会議で決定されました、インフラシステム海外展開戦略2025、これにおきます、その厳格査定要件、これの下でもですね、この分案2はこの厳格査定要件に適用しているというふうに判断をいたしております。こういうことで、本事業に対する意思を決定したわけでございますけれども、今後ともですね、このアイテックのニーズに応えながら、環境負荷の低い、より高い技術の方に誘導するということは、引き続き行ってまいりたいというふうに考えております。岩渕友さん。はい、で分案2は、これまでも国際的な批判を受けている事業で、まあ、環境影響評価の不備、気候変動対策との整合性など、多くの問題が指摘をされてきました。で1月25日には39カ国128の団体が JBIC に対して分案2への有志決定の撤回を求める要請書を提出しています。 JBIC だけではなくて総理財務大臣はじめ、まあ、関係省庁に対しても公的支援の撤回を求めています。でさらに分案2めぐっては JBIC が成長投資ファシリティの質高インフラ環境成長ウィンドウを通じて融資を行うこととしています。でこのファシリティは麻生大臣が創設をしたもので、まあ、大臣は環境保全に貢献する幅広いインフラプロジェクトを支援するとしています。でこれ質高インフラ環境成長ウィンドウの実施要領骨子では対象案件についてですね、温室効果ガス等の排出削減またはその他地球環境保全目的に資する案件というふうにしてるんですね。でこの対象に何で石炭火力発電が入るのでしょうか。財務省神田国際局長。お答え申し上げます。2018年に閣議決定されましたエネルギー基本計画におきましては、低炭素型インフラ輸出を積極的に推進する一環として、石炭火力発電の輸出に関する支援要件が定められてございました。で2020年1月から本年1月まで運用されていたご指摘の質高インフラ環境成長ウィンドウにおいては、こうした政府全体としての方針に従いまして、途上国を中心に質の高いインフラ整備を支援する観点から、同計画が定めるすべての要件を満たす石炭火力発電事業に限って支援対象としてきたところでございます。他方、昨年4月におけるインフラシステム海外展開戦略2025、何度か答弁がすでにございましたが、この骨子の策定以降におきましては、この骨子に従いまして、厳格化された石炭火力発電の輸出支援の要件を満たすことが支援要件とされてきたものでございます。
岩渕友さん、はい、地球環境保全目的としながら、石炭火力発電排除されてないっていうことなんですね。で、これについては国際的にも厳しい批判の声が上がってます。で、このウィンドウはですね、廃止になって、1月にポストコロナ成長ファシリティというのが新しく新設されたんですけれども、この新設のファシリティに設けられた脱炭素推進ウィンドウの実施要領骨子の対象案件も、全く同じ中身になってるんですね、対象案件同じなんですよ。だから脱炭素推進ウィンドウと言いながらも、石炭火力発電事業への支援が行われていると、こんなことあってはならない、世界中から批判されることになります。で、昨年の決算委員会で、JBIC が融資しているインドネシアのチレボン の拡張案件について取り上げましたけれども、この問題でもね、現地の皆さんが環境問題を抱えていたり、なりわいに影響があったり、本当に非常に重大な問題があったわけですね。で、石炭火力発電所一度建設をすれば、30年以上稼働をすることになります。で、グテーレス国連事務総長が求める石炭火力発電を、OECD 以外の国でも2040年までにね、段階的に廃止しようという提案、これ実現しようと思えば、座礁資産となって、相手国の国民の重い負担になるということになります。で、資料3をご覧ください。で、JBIC が融資を行った石炭火力発電の案件は、2015年度以降だけでもこれだけあるわけですよね。で、JBIC 総裁にお伺いしますが、世界の流れから考えても、分案2の融資を今からでもやめるべきではないでしょうか。国際協力銀行、前田総裁。お答えいたします。今、委員のご示しなされた費用は非常に正確な資料でございます。で、ここにあります分案2、先ほど答弁いたしましたけれども、超長林開発ということで、これは厳格化されました要件にも適用している案件ということで、本来であれば、技術的ですが、経過措置ということも言えたんですけれども、これは新要件にも適用している案件ということでございます。で、あくまでもその日本政府の方針との整合性を確認し、決定したものでありますし、それから両首脳間でですね、合意されているという点もございますので、ですね、現段階でどうこうするということについては、特段考えておりませんけれども、引き続き環境負担低減技術等に関する具体的なプランを提示しながら、相手国の行動変容やコミットメントを促していくと。で、これはそういうことによって、相手国の方もですね、新しい技術へのアペタイトというのが湧いてくるというのが、これ、事実でございますので、実際、ベトナムの方は、政府の働きかけ、私からの提案を受けてですね、計画を変更したという全体の傾向ですね、そういうこともございますので、やはりエンゲージメントというのは有効であると私は考えております。岩渕友さん。はい、国内外の環境団体からは、2050年カーボンニュートラルを宣言して気候変動対策すると言いながら、海外に石炭火力発電輸出するのは深刻なダブルスタンダードだと、こういう厳しい批判の声が上がっているわけですね。で、麻生大臣に伺うんですが、分案2の融資、こうした世界の流れから見れば、今からでもやめるべきではないでしょうか。麻生財務大臣。今の JBIC の総裁、その前、神田国際局長の方から話があっていましたけど、この分案2のこの石炭火力発電所の JBIC の融資というのは、これは日越の両国の首脳で、少なくとも合意を踏まえて、昨年の12月にいわゆる現地事業会社との間で融資の契約を締約をしたんだというように承知をいたしております。少なくとも両国間の首脳で合意に基づいた出来上がったものを、私どもの話で一方的に破棄をしようという話ですけれども、相手国とのこれは信頼関係の基本にもなりますので、12月に契約したものを4月になって破棄するという常識では考えられると思っておりますし、今の上では私どもは極めて合法的な話のになっているものを一方的に私どもの理由で破棄するというのはいかがなものかと。正直思います。岩渕友さん、はい、石炭火力発電が、座礁資産になりうると、相手国のやっぱり負担になりうるということなんですね、これ、やめるべきだと思います。で、こうした問題があってもなお、石炭火力発電の輸出進めるのか、気候変動
担当大臣としてそれでいいのかということを最後に環境大臣に伺います。小泉環境大臣。インフラ輸出の在り方については国際情勢なども鑑みて不断の見直し検討が行われているところでもありますので、環境省としても関係省庁と必要な意見をしっかりと言っていきたいと思いますし、今後十分に議論していきたいと考えています。岩渕友さん。石炭火力発電の輸出ではなくて、相手国が望む再生可能エネルギーへの支援こそ行うべきだと、このことを強く求めて質問を終わります。他に発言もないようですから、復興庁、財務省、環境省、金融庁、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行の決算についての審査はこの程度といたします。速記を止めてください。国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のうち、会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告に関する件を議題といたします。会計検査院から説明を聴取いたします。森田